今日は白石市に来ています。白石市といえば白石城。ここ見ると立派なお城だよね。これ入ってみますかね。よいしょ。あー、かっちゅう正宗公の。でこれが片倉五十郎。後ろ来たら天守閣ですね。登りましょう。急な階段っていうかもうほぼ橋ですもんね。ここが天守閣。さっき通ってきた門だな。向こうに白石の町も見えて、角度がなんか一番絵になる。あれ、天守閣だと思ったら違いましたね。まだ上がありました。ここが天守閣。全然眺めが違う。あ、出れるんだ外に。おお、かわいい。すごくいい眺め。そしてさっきの門があって、こうやってね、ここから片倉小次郎が白石を眺めてたんですね。